ってどうしよう。始め方悪かった。え、皆さん、はい、こんばんは。こんばんは。はい、で、乃木坂46の猫舌ショールーム、はい、乃木坂ニャンバーワンが始まりました。始まりました。こんばんは。ちょっと待ってください。コメントが見たいんですけど、ね、あなんかね、あ、よかったよかった。こうかな、いけた、うん、よかったよかった。 OK です。水曜日は私たち乃木坂46がお送りします、はい、今日のお相手は柿原かと神奈川聖です。よろしくお願いします。はい、この番組は乃木坂46のメンバーが毎週いろんなテーマのナンバーワンを超個人的に発表していこうという番組で、はい、猫舌ショールームにちなんで、うんうん、ニャンバーワンとなっています。はい、今回も配信時間が1時間に短縮ということですが、はい、2つのテーマのランキングを発表していこうと思います。はい、1つ目の違う間違えた今週1つ目のニャンバーワンは、はい、何ニャンバーワンは私がこの春やりたいことニャンバーワンです。イエーイ。で、事前に2人で考えてきたので、はいはい、この春かやりたいことを発表してトークしていこうと思います。思います。こんばんは。こんばんは。どうですか、最初登場どうなったんだろう。みんな反応見てなかったけど、ね、見てなかったけどちょっと軽く事故ったかもしれない。大丈夫だったかな。あ、そして初めてショールームをご覧になっている方はまず無料のアカウント登録をお願いします。お願いします。右下のツイッターマークをどんどん、うん、押して拡散しちゃってください。こっちかお願いします。はい、そして番組後半のランキング発表は19時50分時点のランキングを発表していきますので、はい、皆さんお間違いのないようよろしくお願いします。お願いします。ということで楽しみだーい。わーやーい。久しぶりです私。あ、ね、確かにね。さっきいつぶりだ。いつぶりだろう。絶対1年ぐらい経ってる気がする。確かにね、うん、結構長かったのか。じゃあ発表していきますか。いきましょう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 。え、じゃあどっちから。どうする。じゃあ勝った方から。じゃんけんで勝った。最初はグーじゃんけんぽい。アイコでしょ。アイコ、はい、おっしなのかわかんないけど。じゃあ行きます。はい、どうぞ。私の、この春やりたいことランキングナンバーニャンバースリーニャンバースリーかニャンバースリーニャンバースリーはこちらかな。じゃん、花冠でーす。おー、これは、はい、ずっとね、最近花冠を作ってないなと、お花で。あー、なるほどね。公園とかによくあるじゃないですか。ありますね。作れる用のお花っていうのかな。シロツメクさんかもしれない。え、白いやつ、白いやつかもしれない。ちょっとわかんない。で、ちょっともう一回作ってみたいなっていう、昔を振り返りたいなっていう思いを込めて花冠にしました。素敵。そう、私も作れる。作れる、一緒に作ろう。え、もう作りたい。どこに咲いてるんだろう、ああいうのって。公園、さ、公園でしか見たことないんだよね。まあ確かに。だからさ、栃木行った時はさ、うん、なんかもうそこら辺に咲いてたからさ。本当に。そう、だからそうなのかな。東京とかって確かに少ないのかな。ね、まあ見つけて作ろう、一緒に。ね、作ろう。やった。約束です。決まりました。いいでしょう、ね、いいでしょう。カッキーと作れるんだよ、さ。じゃあ次は私の、どうぞ。3位。はい、3位はこちらです。じゃん、じゃん。部屋をお花だらけにする。おお。お花だらけにするの。なんか虫が、虫が確かに虫もあるかもしれないけど、あれなんか、うんうん、さ、先輩とかってさ、なんかお花さ飾ってる人多い、うん、多いね。からおしゃれだもんね。そう、おしゃれなことしたいなって思って。増花はある。増花って何？なんか嘘物の花みたいな。ああ、はあるんだけど、うん、なんか本物のお花がなくて。そうなんだ。でも絶対ね、いい匂いすると思う、お花の。ね、絶対いい匂いするしさ、なんか私花粉症だから外出たくないから。あ、そっかそっか。確かに家で家の中で
春を楽しめるようにまずここから入っていこうということで。素晴らしいね。そういいですいいです。はい。あれドライフラワーってなんだ。ドライフラワー本物のお花かな。そうドライフラワーは本物のお花。あそっかそっか。そうそう、ドライフラワー欲しいんだよね。ね、花粉症つらいねって。花粉症やんちゃんになり始めました。初めて今年からそう今年から。うわーうわー、結構最近2月ぐらい。え初めて花粉症を経験しました。北海道って花粉ないの。ないと思う。なんか東京来たらみんななるって言ってたんだけど。あそうなの。3年ぐらいなってなかったのに急に来たら、うん、マジか欲しい。そうだから気をつけます花粉には。意外と都会だけどあるんだね。県県都会だけど。え都会だけどある。じゃあ ビールばっかりかなと思ったけど花粉は来るんだと思って。ああなるほどね。確かにそれは確かに変だもんね。そうそう避けられないんだと思って花粉がピッてくる。はい、じゃあ次私がこの春やりたいことランキングナンバーニャンバー第2位はこちらです。桜の下を歩くです。おなんかお花見は行けないけど桜の下を歩くお散歩、うん、お散歩ならいいかなって思って。確かにそう、なんか散ってるところを歩きたい。川沿いとか。あいい、川沿いに咲いてたら最高なんだけどね。確かにそういうところを見つけて歩きたいなって思います。いいなあ。ったなんかね昔、うん、おばあちゃん家にいた時にどこがすか忘れたけど、うん、その川の沿いに全部その桜がこう、うん、なってて。めっちゃ綺麗じゃん。すごい。そこそのなんかね、うん、別に何もしてなかったんだけど、うん、普通にみんなでお散歩しに行ったんだけどすごい綺麗すぎてめっちゃちっちゃかったけど覚えてる。すごい。確かに記憶に残るもんね一番綺麗なところって。もう綺麗です。写真撮りたいな今は。ね、デジタルカメラみたいな。あおしゃれなやつ。そう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 。で撮って、うん、ブログとかに上げてみんなに共有したい。あーいいね。そう素敵。おしゃれじゃん。おしゃれやりたいことがおしゃれなんよ。いやそうだ。いやカッキーもおしゃれだよさっきの。そうでしょ。すごいよ。だって心が綺麗って。あ、 ありがとうございます。心が綺麗。ありがとう。もう綺麗なんですこの子は。そう。へえ。素敵。あなたの方が綺麗ですだって。あなたの方が綺麗です。いいね、そういうの。うちの学校の前ってどこ？どこ？どこ？まあでもいいね。なんかさ、そういう学校の前に桜がいっぱい咲いてるって、うん、入学式とか絶対綺麗。いやもうね、多分ね思い出残ると思うそこは。いいな。羨ましい。羨ましい。じゃあ私の第2位これです。じゃんじゃん。一人旅。おお。行けてないもんね。だってね行けてないし、うん、なんか私すごいさ、うん、なんだろう、フラッとどっかに出かけるの好き。あそうなの。なんかもう思い立ったらどっか行くのが好きなんだけど、うん、計画立てれなくて。あそうなんだ。だから誰かと一緒に行くってなっても、うん、絶対計画が立てられない人だから。そっか。そうだから一人で、うん、ね、春ってさやっぱ暖かいからさ。そうだね。そうだからそういうお花が綺麗なところにフラーっと行ってフラーっと帰ってきて。いい、めっちゃいい。それこそね、そのおしゃれなカメラ持って、うんうん、ね、桜撮ったりとかね。そうそうそう。それをカッキーなら絵にできるかもしれないしね。あ、スケッチしに。そう、おしゃれ。かっこいい。めっちゃかっこいい。かっこいい。それかっこいい。スケッチブック持ってね、ついでにね。うわすごいな。おしゃれに変換してくれたやんちゃんしてないよ。そうじゃないよ。すごい。カッキーがおしゃれだなって嬉しいよ。ほら、おしゃれって書いてるよ。うん、かっこいい。なんか一人で動くことが好きなんだよ、さやも。あ、そうなの。だから、うん、なんか一人で飛行機とか電車とか乗って、あ、違う地域に行ってみたい。うん、一人では行ったことないから。わかる。すごい羨ましいよね。ね、カッキーと行きたいって。え、私と書いてる。どうですか。収まった。いいね、行こうよ。行こうよだって。でも消えるかもね途中で。フラッとどっか行っちゃう。迷子じゃん。迷子、絶対迷子になっちゃう。じゃあ続いて、私がこの春やりたいランキング第1位はこちらです、うん、じゃん。
お、トレンド。トレンド。そう、なんかトレンドにいつも遅く追いついちゃうの。ん？遅く後ろから追いかける感じで行くんだけど、うん、今年の春はちゃんとトレンドを取り入れてお洋服とか決めようかなと思って、最近握手会とかではちゃんとトレンドを調べながら、なんか最近あのレイとかもやってるし、それで春のなんだろう、こういうのが流行るよっていうのを教えてくれるから、それを参考に決めたりとか、結構トレンドを頑張ってる。いいな、落ちていけるように。なんかおしゃれ。確かにレイちゃんさ、トレンドになんか、なんていうの、なんていうの、トレンドにのあの軽なんて言えばいいんだね、敏感で、すごいね、いつも教えてくれるよ ね、 そうね、レイちゃん、あやちゃんとかもすごい、あの二人ね、おしゃれだしね、若いからなのかな、女子って感じ、めっちゃ若い、女の子って感じがする。すっごい羨ましい。いやそれはもう羨ましい。意外だった。なんかヤンちゃんももうね、すごいいつもおしゃれだから、そうね、モデルとして尊敬するって、すごい嬉しい。何それ。いやもう本当私も尊敬する。いやそんなことない、さっきにすごく尊敬してるからもうね、すごい尊敬してるの。なん私に尊敬してる、何か尊敬してる。いや本当にいいな、何着てもおしゃれだもんな。いやいや、そんなことないよ、素敵でした、ね、いや私もなんか、最後これで締めていいのか分かんないけど、いいんだよ、何でもいいんだよ、柿だから。本当？うん。じゃあ私のこの春やりたいことナンバーワンはじゃん、はい、ふるさと納税です。あー、聞いたことあるけどやったことないかも。本当？うん、私もやったことなくて。なんかすごいさ、あんまり仕組みとか分かんなかったんだけど、やっぱなんかね、もらえるのいいなって。確かにね。ふるさと文字で何するの自分は。お金払う。あ、お金払って物が届くんだよね、きっと。あ、そうそう、なんか北海道とかもあってさ、イクラとかエビとかあったし、シャインマスカット、シャインマスカット美味しいよね。そうだから、うわー食べたいなって。確かに。え、やってみようかな、さ、ふるさと納税。そう、やってみようかなって思ったんだけどさ、量がね多かった。量が多い。そう、送られてくる、送られてくる。1キロとか。あ、結構多いんだ。そう、お肉とか。あ、お肉とかもあるんや。そうなの。いいね、お肉好きだよ。エビ、栃木何もらえる。栃木も調べたの。そしたら、とちおとめか、あ、いちご。そう、あらららら、いちごと、なんかいちごジュースと、ジュース、あららら、とかだったかな。好き。でもいちご多かった。そうだよね、そう、確かにな。確かにいちごいいな。いつもくださるカキのお母さん、あー、いちごすっごい美味しい。スカイベリー、もうね、本当に好き。スカイベリー嬉しい。もうね、毎回みんな争いだよね。あ、まあね、嬉しい、本当ありがたい。なんかみんないっぱい食べてくれそう。本当に美味しいんですよ、ぜひ食べてほしい。スカイベリーよろしくお願いします。お願いします。お願いします。あ、ということで以上、私がこの春やりたいことナンバーワンでした。はい、ありがとうございました。ではここでランキング発表一旦お休みして、はい、企画に参りましょう、題して乃木坂46新生活の進め。うわすめちゃんよ、いっぱい。これはこれからの季節、はい、進学や就職など新生活を始める方も多いということでですね、この企画で私たち二人が状況や新生活に関するお題に答えていき、新生活を始める方の参考となるような情報を発信していきたいと思います。はい、ですって。大丈夫かな。早速最初のテーマに行きましょう。はい、最初のテーマはこちらですね。こちらです。ってこちら、ちょっと待ってください。お、なんで、なんかさ、なんでお題のお題のスケッチブックにさ、まゆたんがいる。好き。タムラ。なんだろう。まゆたん。ミオナさん。タムラ登場しました。はい。今日タムラも登場ということでね。ゲストタムラまゆてる。ゲストタムラ。
違う違う。おだおだ。一人暮らしの部屋作り、はい。部屋のどこにお金をかけるべき？ですって。どこなんだろう。ベッド。うん、こう書くんじゃない？あ、書くのか。書きますよねこれ。言っちゃったよ。確かにね、それはね。あ、じゃあ、うん、ベッドって私はちょっと書いて喋ってるね。オッケー。さやさん、ベッドと、どうではあるけど、とでもいいんじゃない。ベッド、あ、あベッド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 、どうしようかな。あ、2人とも書き終えたらですって見せちゃった。大丈夫よ。なんだろうな、お金かけるところ、一人暮らしでお金かけるところ、うん、どこだろう。難しいね、なかなか。さやさん、一人暮らしでお母さんがほぼ選んでくれたんだよね。あー、はいはいはい。だからお金かけてるのどこかわからないんだよね。確かに。かけたいところにしようかな。あ、いいと思う、それ。そうだよね、うん。じゃあ、ちょっと待って、悩む。二択ね、二択で迷ってる。じゃあこれかな。はい。いきます。せーの、じゃん。ソファーとベッド。ソファーとベッドですね。おお、それはどうしてですか。なんかさやはね、うん、ソファーにいることが多くて、いや、ほぼ一日ソファーなんだけど、生活が、休みの時は。だから、してる、うん、ソファーは一番お金かけてみたいなっていう欲望は。確かに。どういうソファーがいいの。なんかあるじゃん、いろいろ。そうだな、私持ってないの。ないの。ソファ、うん。特にそう、床、布団、あ、ベッド。そうだよね、まあ、確かにベッドあったらいらないかも。じゃあなんかもうずっと私ね、なんか立てている時間が少ないの。立って、もうずっと横状態。そういうこと。そう、人間の構造的にね。そう、だからなんかしなんて言うんだろう、こういうさ、重力がさ、足に一点集中しなくて、うん、体全体で重力感じてるんですよ。だからなんかそう、ベッドじゃないソファ欲しいなって思ってたんだけど、うん、なんかどういうのがいい。なんだろう。でもさやね、結構さ、うん、こうなってるやつが、あ、なんだ、足伸ばせるタイプみたいな。そう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 。あ、とこうなってるやつ、なん、何、 L 字、うん、L 字、うん、L 字、 L 字だ。おしゃれ、おしゃれ、おしゃれ。結構人もなんかメンバーとか遊びに来ても座れるんじゃないかなと思うし。確かに。なんかやっぱ寝て過ごすことが多いから、ソファーで。ああ、うん、だからちょっとソファーで寝れるように、足伸ばせるように。ああ、なるほど。欲しいなって、ちょっとお金かけたいなって思いました。はい、ですって。そうです、そうです。あ、めっちゃ高い。高いの、それって。高いのかな。そっか、基本でも LG な。そう、 LG 欲しくて、今普通のまっすぐだからさ。あ、そうなんだ。そう、ちょっとなんだろう、欲しいなって思っちゃう。うん。ちょ、私もベッドなんですけど。ベッド。これもね、そう、あのメイクさん、居酒屋のメイクさんとこの間話してて、うんうん、なんかに、もう本当になんか人間とほとんどの時間をベッドで過ごしてるらしいよって言って、その生きてる中で。だから。寝具にお金かけるのは絶対間違ってないよみたいな話をして、この間でマットレスの話をしてて。マットレス。あのベッドの上に敷くやつ。ああ、分厚い。あ、そうそうそう、あれもなんかええやつにしたらいいよって言ってたから。あ、そっか。確かにベッドってなんか土台とマットとシーツみたいな、うん、枕もあるじゃん。あ、そうそう、結構お金かけることも多いもんね、ベッドって。そう、でもお金かけて悪いことはないと思うから。確かに、ベッドいいと思います。いいと思います。イエーイ。おすすめします。あ、枕もこだわった方が。確かに。あ、枕ね、いや最近すっごい組みたいんだよね。それ合ってないのかもしれない。そうなんだ、きっと合ってなくて。私も後頭部出てるからね、高い枕。後頭部出てないよ。え、じゃなんか出てないよ、カッキー。じゃあ、なんかペッ、あの、何、ペチャってなってないからさ、高いと首がフンってなる。
あだからね難しい枕選び確かに専門の行きたい専門の枕ね、メイク枕屋さんで枕を買ってみたい。うん、あとよなんだっけよもぎみたいな、よもぎなんだっけ人をダメにするクッションで、あーそうそうそう、ヨギボーみたいな、あヨギボーヨギボーのクッションが欲しい。クッションっていうかあその座れるのが欲しい、うん、視聴者さんが3万人超える嬉しいです。ありがとうございます。こんなヨモギみたいな話してない。ヨギ棒ですね。ヨギ棒ね。すみません。いろんな形になるからね今はね。ん？いろんな形になるんですか。あ、そうだね。ヨギ棒さんって。だからすごい欲しいなっていうのはありますね。確かに。うん。次行きますか。はい。次は。ましょ。一人暮らしで寂しくなった時の対処法は？あらららら。これはね。毎日ですね。確かにね、これ対処法か。対処法。そっか、もうこれはあれしかないぞ。でもみんな結構ね、4期生もみんな、うん、ね、若いのに一人で出てきてる子とか多いからね、よく聞くな、寂しいっていうのは。いやね、うん。そうだよね、確かにな。だってあやちゃんなんて若すぎるでしょ。ね、なんか違った、なんでこれ書いたのか分からないさ。怖い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 、違う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 、雨って書いてた。違う違う、それを書きたいんじゃないの。それはちょっと違う感じを書きたかった。待って分かんなくなっちゃった。な、何書こうとしてるの。電話、え、電話、あ、電話、あ、でも雨で合ってる、それ雨で下の、あ、本当、そう。雨に合ってる、面白い。雨、あれこれだってるっけ、なんか月出ない、月出ない月出ない、え、なんか違う感じに見えちゃう、どうしよう。あ、待って待って、間違えた。やばい、映ってる、カッキー。え、何カッキー出てる。かわいいじゃん、かわいいじゃん、かわいくない、かわいいじゃん。ごめんなさい、ごめんなさいね。これ見てからの楽しみだね。そうだね。仲良しかよ、だって嬉しい。ひらがなでいい思うって言われてる。よし、弱いのかな。オッケー、オッケー、オッケー、せーの、じゃん、電話、電話、あ、二人とも電話、あ、ほんまや。ほんまや、ほんまや、ほんまや、同じだ。さっき間違い見せてよ。やんちゃんの電話違うじゃんって言ってたら、うん、このタチやん。可愛くない、タチの落とし子みたい。なんかやだ、なんかやだじゃん。もってもってなんて言った。可愛い、やっぱ電話だよね。電話だね。ビデオ通話とかも今あるしね。確かに顔見えるもんね、今だったら。そうそうそう、それはもうね、家族といると同じだよ、電話したら。する？寂しくなった時結構。え、寂しくなったっていうか、最近は毎日妹とゲームをしてるから、あ、そのついでに電話もしてるんだよね。そうなんだ。え、仲いいね。仲いいんですよ。いいな。可愛いですよ、私の妹。いいな。妹子ちゃんが。そう。羨ましいの。そうなんですよ。私弟いるけどさ、うん、まあ、弟と仲いいっていうのはあんまりないかもしれないけど、本当になんかたまに LINE してもなんか。ありがとうございますって書いてくれる。え、何、すごい可愛いじゃん。ありがとうございます。あ、なんかスタンプポンって書いてきたりとか。そうなんだ、男っ子だからね。まあ確かにね。でもいいな、仲いいの。いや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 、いいな、電話するな。なんかさ、男女構成がすごい好きなの、家族の。なんかどういうこと、お姉ちゃん弟みたいな、 お兄ちゃん妹みたいな、うん、家族っていうか兄弟、うん、がその構成がすごい憧れる。めっちゃ、ああ、そういうことね。うん、でも妹が3人、あ、三人、そうか、双子ちゃんが2人、そう、そうだそうだ、と10個下に1人。素晴らしい、可愛い。会ったことあるもん私。ある、え、やんちゃんの家族に。ある、あ、あるある、北海道行った時。あ、そうなの。2
双子ちゃん見たよ、めっちゃスタイル良かった。そうそうそう、なんか身長高いよね。2人してスタイル良くて、そう身長高いよ、うんと思ってそうそうでした。そうなんですね弟になりたいって、せもなりたい、カッキーの弟になりたいな。妹でいいや、せあ妹欲しい、同い年の妹にして、同い年の妹、うん、双子、そう双子として、いいねいいねじゃ次いきますか。はい、じゃ続いては、新生活は何かとストレスがたまるもの、自宅でできるおすすめのストレス解消法は、でして、あ解消法、ストレス解消法、難しい。ストレスってたまってるのかもわからない、さや。あ本当？だから解消してるのかもわかんない。ああ。でもこれかなっていうのは一個あるかも。あ本当？癒し。えみんな何してますか？何してるんだろう。ちょっと気になるね。すごい気になる。じゃあ一応。あの乃木坂ちゃんを見るって。ああ、ね。癒されるもんね。いいこと言うじゃん。何するんだろう。そうだな。あ歌う、歌うね。あ歌うのいいね。確かに枕投げって書いてある一人でやってるのかな。あーボーンってすごいね。確かに平和、それは平和かもしれない。あとは何だろうな、いっぱい寝るだって。あ一番いいよそれが。ずっと寝ちゃうね、そしたら。何かな、ランニングするって。あ数独って何、何数独、数独って、あ、あれじゃん、あの数字入れていくやつ、9個のマスに、あ違う、あクロスワードみたいな、あそれか、そんな1、3、9まで入れるやつ、縦と横で、あ1から9までみたいな、やってた昔。難しい、私あれできないの一回だけやったことある、一回だけ成功したことある。本当、私お母さんがやってるさ一番最初のさ1ページ目をやったんだけどさ、うん、それもさできなかった。あ本当、でも1ページでもなんか難しいもんね。難しい、あれはもう一個間違えたらもう全部消さないといけないね。いきますか、せーの、じゃん。好きな BGM を聴きながらぼーっとしてる。いいね。さやはイヤホンで大音量で音楽を聴く。おお、あでも似てるね。似てる似てる、うん、似てる似てる。やっぱり曲を聴くので、ね、何聴くの？何聴いてるんだろうな。でも、うん、大音量で乃木坂の曲をかけて歌って。ああ、歌う。だから迷惑かかっちゃってるからだって、近所に。大丈夫かな？わかんないけど。確かに。大丈夫と信じる。歌いたくなる。そう。かな多分。そうなんだ。そう。なんちゃん何聞いてる、なんか何に聞いてるかイメージないかもしれない。好きな、まあ、でも最近はチル曲聞いてるかも。チル曲、チル、なんかね、その癒しの曲っていうかゆったりした曲とかを聞くことが多い。あーなるほどね。そう、なんか素朴な声の方が好きらしくて、さや。あそうなんだ。そうめっちゃおす、後でおすすめするよいっぱい。あ分かった、やった、うん、でもブログとかで結構書いてるんですけど。あじゃあ読もう。あ見たわ。あ本当にめっちゃ書いてあったよね。めっちゃ書いて、もうすっごい書いた。そうすっごい曲書いてあって、あ分からんわと思ったけ見てただけ。ちょっともう一回見るわ。そうもうおすすめしたくて。ええチルチル曲知らないでねみんな。そっか、カッキーは何の BGM 聴くの？でも私もね、もうこれもあれなんだよね、好きな、うん、あのゲームとかアニメとかドラマとか。あなるほど、ね、主題歌の、主題歌じゃなくてもう曲、あなんかドラマの中である曲、あそうそう、あの中でかかってる曲、あでとかやっててみたいな、あでもそうそうそう、そういう感じやなのを聞いてます。はい、いいねいいねということで、新生活のはいすすめでした。はい。あ、はい。はい。
じゃあここから2つ目のランキングを発表していきたいと思います。はい、2つ目のランキングのテーマは乃木坂46まるまるなメンバーニャンバーワンということになっておりまして、はい、私たち2人でまるまるの部分を考えてメンバーにまつわるランキングトップ3を発表することになっております。はい、楽しみだ。なんか皆様ありますでしょうか。ありますでしょうか。決めようってなったみんなの聞いて、なんかあるかね。春が似合うメンバーって。春が似合うメンバーね。それはでも、うん、そっか。確かに春が似合うメンバーって難しいな。結構彼女にしたい。あ、先週は彼女にしたいメンバーでした。あ、そうなんだ。彼女ね、よく食べる、テンション高いメンバー。いちご似合うメンバー。涙もろいメンバー。涙もろいメンバーね。制服が似合うメンバーとかめっちゃ書いてる。いっぱいありがとうございます。何がいいかな。花冠が似合うメンバーとか。みんな似合うじゃん。そんなみんな似合わないよね。本当に難しいよ。みんな難しいよ。春の女神っぽいやんちゃ、ね、寝るの早い。桜が似合う。お金使うって。難しいね。お姉ちゃんにしたい。朝弱い、コミュ力高い、料理うまい。なんだろう。対談したいメンバー、テンション高い、モノマネが上手、ダンスしたらかっこいい。いっぱいある。ギャップがあるメンバーとか。ギャップがあるメンバーなんだろう。ギャップ、ギャップ、確かにギャップ、ギャップはあるな。みんな何がいいかな。やんちゃなメンバー。やんちゃなメンバー。何がいいかね。なんだろうな。見てて飽きないメンバーとか。ああ、あり。それにしよっか。おし。それにしよっか。じゃあそれの見てて飽きないね。は全員飽きないけどな。そうなんだよね、結局ね、みんな可愛いからね。そう、そっか、悩んじゃうな。順位じゃなくて3人選ぶ形で大丈夫です。あ、そうなんだ。じゃあこれじゃ順位は関係なく、うんだね。ね、じゃあもう書いちゃおう。そうだね、どうしようかな、悩むな。ね、見てて飽きないメンバー、みんな飽きないんだけどな。ね、なんか4期生ばっかりいる。確かにね、わかるわかる。見てて飽きないか。1人は思いついたかもしれない。ほんと ?1 人書いちゃうか。うん、私も書いちゃおう。よし、あと2人。見てて飽きないだもんな。ね、3人は同じのに書こう。見てて飽きないメンバーみんなだな。よね、選べないな、これ。ちょっと時間かかっちゃうぞ。でもなんか、あ、でもそうだな。あ、うん、難しいこれ。だいぶ難しいかもしれない。難しい難しい。可愛い子は別にもうみんな見てて飽きないんだよな。そうなんだよ、ね、そこを同じとして。どうしよう。それ以外が難しい。難しすぎる。あと一人、さや。本当？
見てて飽きない。全員飽きないんだよな。そうだよね。そうだよね。うんうん。ちょっと待ってどうしよう。難しいね。あと一人なんだよな。全然出てこない。どうしよう。みんな見てるもん。そう、みんな見てるんだもん。見ると飽きない。飽きないだもんね。どうしようみんな。迷う、どうしよう。二人でいいかな。誰か。ちょ、二人は出たんだけど。そう、二人は出たんだよね。二人にしちゃう？二人でいいって。二人。じゃあ二人にしましょうか。はい。せーの。じゃん。無理やりちょっと一つにしたね。おー、確かに。じゃあ、掛橋さやかと斉田須賀さんです。おお。それはなんで？なんかさやかは、なんか結構系統がコロコロと変わるので、あ、見てて全然飽きないですし、逆に。さやかこういうの似合うよって、これすごい好きだよってさやすごくさやかに言うし、なんか見てて飽きないです本当に。さっきからずっと。そうか、まあでも確かにそれはあるかも。もう、あ、あすかさんはもうそのまんまですね。なんかいろんな感じの雰囲気が出てるじゃないですか。雑誌とかでもそうですし、そのトーク収録とかでもバラエティでも舞台じゃない、あのステージのね、でもいろんな系統のアスカさんが見れるので、全然飽きないですし、逆に興味が湧いてくるから魅力的だなってめちゃめちゃ思います。確かに、うん、です、ね、素晴らしい。ありがとうございます。でも私ももう同じ感じで、レイちゃんは絶対なんか動いてるから。確かにね。絶対何かしらしてるし、ずっと動いてるし、ずっと喋ってるから、なんだろう、すごい可愛らしいなって思って、なんかお母さん目線でいつも見ちゃうっていうのと、みずきさんはそうですね、そのまま綺麗だなって思っていつも見てるので書きました。はい、確かにな。いや、もうこれちょっと難しかった。難しかったね。全員なんだけどね、ほんとは。そうだからね、全然飽きないですね。そう。今どこやったんだ、ここか。うん、はい、ということで乃木坂46まるまるなメンバーニャンバーワンでした。はい、続いては質問返しのコーナーに行きます。はい、こちらはですね、ショールームのツイッターに寄せられた私たちへの質問にこの場で答えていこうという企画です。コーナーです。はい、たくさんの質問ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ出演メンバーをショールームのツイッターアカウントでお知らせするときに募集したりもしますので、ぜひぜひチェックしてみてください。では質問コーナーへ行きましょう。あ、ね、リストがここに、そう、もうね、あります、たくさんあるんですよ。びっくりしちゃったね。ありがとうございます。そう、この質問の中からね、相手に答えてほしい質問を選んで、それぞれに質問し合っていきたいと思います。あ、なるほどね。そう、質問自体2人とも答えます。でも、あ、了解しました。何を聞きたいか、聞いて、どっちから先かを決めるのか。そうだね。あ、でもこれ全部焼きたい、行きたいよね。いける？12分だって。パッパッと答えればいきそうですいけるかな。じゃねーみたいな。なんかじゃあ、あれじゃあ最初行って。オッケーオッケー、行きます。はい、行くよ、よーいスタート。可愛いアミーズのカキ隊員に質問です。僕らがキュンしないように、このメンバーのここが可愛すぎるから気をつけてっていうところがあれば教えてほしいです。それはもう乃木坂メンバー全員なので、うん、キュンしたくないんだったら、もうダメですね、もう無理です。みんな諦めてください。諦めてください。キュンしてください。はい、神奈川さやさんに質問です、はい、モデルとして写る写真とアイドルとして写る写真の表情が全く違うように見えますが、特に意識してやってるのは何でしょうか。やっているのでしょうか。そうだな、アイドルはもう笑顔全開で言ってるんですけど、モデルさんの時は結構スイッチャー入れてます。の、はい、さすがモデルです。はい、次、はい、あの実生活、はい、実生活ではお姉さんの二人ですが、もし生まれ変わるとしたら、お姉さん、兄、妹、弟のどれを選びますか。ちょっと難しい。妹、
妹？うん、生まれ変わってたよね。お兄ちゃんかな。ああ、守りたい、かっこいい。あざす。はい、はい、4期生の中で見た目と中身のギャップが一番大きい人は誰ですか。ゆりちゃんかな。あー、確かに結構さえと2人でふざけることが多いですよ。あ、意外ですよね。だからゆりちゃんいろんな面がありますね。そう、面白いからね。うん、クッキーは誰と思います。私も、でもゆりちゃん。あ、だよね、あると思う。うん、じゃあ続いて、お二人は画伯として知られていますが、絵を描く、絵を上手に描くコツは何ですか。感覚かな。だそうです。カッキーは、みんなカッキーの期待、なんだろうね、なんなんだろう、感覚かな。ラジメ。感覚です。うん、はい、2人で体を張ってお仕事をするなら、うん、激辛料理、絶叫マシン、お化け屋敷のどれを選びますか。2人でってことだよね。そうね、何がしたい。カッキー、どれがいい。絶叫マシンかな。か、絶叫マシンさ、ちゃんと乗ったことなくて。あ、じゃあいいじゃん。で、お化け屋敷もちゃんと入ったことなくて。あ、じゃあいいじゃん。でも全部あんまやったことね、どれでも。そう、全部行きたくない。全部回りたい。全部やんちゃに頑張ろうじゃん。そうだよ、全部ね、走っていこう。うん、レギ動画で3人のプリンシパルが配信されてる、されることになりましたが、はい、当時の裏話や印象に残ってるエピソードありますか。これはもうみんなで慰め合ってる場面がすっごい。そうだね、手に残ってるかな。うん、私ね、一回もジュリエットができなくて。ロミオか。そうそうそう、そう、ジュリエットができなかった。そっか、からね、ま、でも、もうでもやりたくないな。ちょっとつらかった。もういいかなって。セーマの老婆しかやんなかったの。あ、いっぱいあるじゃん。すごい好評だったよ、ヤンちゃんの老婆。そう、嬉しい嬉しい。懐かしい。見てください、ぜひ。はい、うん、小さい頃から背は高い方でしたか。背の順で前の方になったことはありますか。全然ある。さ、6年生の頃一番前でこれやってたもん。そうなの、うん、めっちゃ伸びたね。そう、めっちゃ伸びた。中学、高校、中学生で伸びた。そうなんだ。そうなんですよ、私ずっと後ろ。え、本当にずっと高いのか。そう、一番後ろか後ろから2番目しかなったことない。羨ましいね。まあ、でもそれも女の子の中だけだけど。あ、全然そうだよね。そうでした。続いては、あの、相手の顔や体で好きなパーツはどこですか。顔。顔、私も顔好きだけど目が好き一番。あー、やります。めっちゃ目じゃない、まつげが長いです。そうなんですよ。そう、めっちゃ可愛い。ありがとうございます。お人形みたいで好きです。はい、ありがとうございます。最近、超嬉しかったことや超テンションが上がったことありますか。あ、でもさやは動画を見て、めちゃめちゃ爆笑してた、一人で。何見てたの。なんかこうドラムを叩く動画を見てたんだけど、もう2倍速でやったらすっごいこうなってて、それがじわじわ来ちゃって。面白かった、一人で。なるほどね。そう、一人で。そう。怖かったよね。でも私は一人だな。そしたらテンション上がったこととか、でも分かんないや。笑ったことは確かに動画見て爆笑してたけど、うん、そうだよね、動画見せるもんね。あんま覚えてないな。あ、もう覚えてないらしいです。覚えてませんでした、すいませんでした。はい、続いて、もうすぐ IC の MV を公開されて1年になりますが、当時と今とで踊り方や見せ方が変わった部分はありますか。あまり変えてないかもしれない。でもダンスはすごい上手くなったと思う、 MV の時。あ、まあ確かにね、なんか慣れてきて、いつだっけ、1日前とかに入れたもんね。振りを覚えて、ね、うん、私1日で覚えられないから、いつも振りが。で、もうこれも、あ、もう分かんない、どうしよう、無理だって思いながら踊ってたから、多分一生懸命踊って、嘘よ、すごい笑顔でしたよ。頑張っ、すごい良かったですよ、本当に頑張ってた。で、でした。はいはい、もし4期生ライブで2001年組、私とやんちゃんと、はい、ゆりちゃんとりかちゃんと、うん、サクでユニットを組むことになったらどの曲をやりたいですか。でして、なんだろうね、でも5人のユニットって少ない、うん、あんまりない気がするな。確かに。なんだろう、大人への近道かな、さえは。おお、じゃあ私20歳になるし、デコピン。確かに、あ、確かに20歳になるし、そうそうそう、いいですね、大人に近づけるように。
はい、初めて2人で喋ったのは加入していつ頃になりますか。覚えてないんですよこれ。そうね、さっき喋ったけどね、覚えてなかったな、いつだっけって。でも全然2人で、2人ではないけど何人かで遊びに行く時に一緒にいた記憶もある。うん、だから受かったってなった時に、うん、いや頑張ろうねってゆやんちゃんが言ってきてくれたのを私はすごい覚えて、最後はあまり覚えてないです。覚えてなかった。記憶を取り戻します、ちゃんと。自分がセンターをやるとしたらどの曲でセンターをやってみたいですか、うん、ですって。あ、でもまたさよならの意味でやってみたいなっていうのがある。あー、あれね、いや懐かしいな。そう懐かしいね、結構1年もね、ライブでそうやってました。吐きは、もうそんな、選べないよね。選べないけどまたできたらいいなって思うので頑張りますね。はい。濁しとこ。そうだね。やんちゃん、はい、あ、これ私じゃないか。やんちゃんが前髪ありとなしをいろいろしてますが、カッキーはどちらを好みですか。どっちも好きです。あ、ありがとうございます。どっちも似合うっていうのはやっぱ美人さんしかできないことなんでね。いやいやいや、全然。すごい、どっちも好きですよ私は。ありがとうございます。嬉しいです。どっちもやります。カッキーに質問です。やんちゃんはアニメのキャラに例えると誰になりますか。いや、いないよ。むずい。いない。めっちゃ難しいこれ。こんな子いないよ。なんかやんちゃん自体がもうアニメのキャラみたいだもんね。すごい嬉しい、なんか可愛くてね、面白くて。嬉しいね。アニメのキャラ。じゃあ今度お願いします。アニメか。うん、はい、やんちゃなやんちゃとして勝負したいメンバーと絶対負けそうなメンバーは誰ですか。誰だろうな、絶対負けそうなメンバー。でもレイちゃんだったんだけど、もうやってレイちゃんで勝っちゃったから、うん、意外とサクとか、あ、意外とやんちゃだったりしちゃうとかないけど絶対に。確かに意外とね、そうやんちゃだったりするかもしれない。勝負したいメンバーは梅沢さんかな。おお、そう、確かに。わあ、いいね。そう、好きだし、めちゃめちゃ。うん、私か、うん、あ、ごめん。お二人はシチューをご飯にかける派かけない派どちらですか。シチューをご飯とあんまり食べない派です。私もあんまりそういうパンだった、うん、パンだった、サイモン、うん、すいません。はい、憧れの先輩とやってみたいことが一つだけ叶うとすれば何がやりたいですか。旅行かな、さや、うん、旅行、旅行ね、いいな。私でもな、人見知りだしな。何やりたいの。何やりたいだろう。でも私だ、今まで先輩と誰ともご飯行ったことなくて、さえもないかも。だから行ってみたい。確かにね、もう、いや、え、行きましょう。はい、続いて、同期の愛を感じた瞬間はいつですか。みんなで笑い合ってる時かな。うん、いつでも感じてるこれは、ね、毎日だよね、毎日感じてる、毎秒ですね。でもみんな仲いいんですよね、本当に。本当に大好きです。そうだから、みんな仲いいのよ。お互いに今おすすめしたいものはありますか。ゲーム、うん、すごいやってる。そうすごいやってる。すごいやってる。確かに、そう、みんな誘ってやりたいですよね、乃木坂。あー、いいな。おすすめしたいもの、さっき言ってたよね、エヴァンゲリオンって。あ、そうだね、言ってたね。そう、ちょっと見てみようかな。エヴァをおすすめ。すごい溜まってんだよね、いろんなアニメが。ああ、見たいやつが。ちょっとずつ。あ、見ます、じゃあ。さやか。うん、あ、じゃあ、あ、かきだ。あ、二人は今ハマっていること、またハマってる。ゲーム。ゲームか。うん。枝豆。枝豆。意外だね、めっちゃ。枝豆が好きで食べてる。好き。最近よく話す先輩はいますか。最近よく話す先輩、はい、先輩はあまり喋らないかもしれない。4期生と一緒にいることが多いから。まあそうだよね。でも最近、うん、最近キンキン、キンキンではないけど話したのが梅沢さんか坂口さんだった。おー、水好きかな。うんうんうん、の時に話した気がするな。なるほどね。あ、もう時間がない、やばい、やばいぞ。え、2人の地方、うん、方言なまりで好きなとこありますか。え、大阪弁しか聞いたことないけど、大阪弁なんでや、なんやねんなんやねん。言わなくなったよね。そうなんさって、もうめっちゃ何にも言わないよ。
めっちゃいじられたね。そうなんさ、そうなんさ、してたんさって言ってたのに、可愛かったのに出なかったな。全然終わっちゃった。終わりました。全然残ってた、まだまだいっぱい。めっちゃたくさんありがとうございます、ね、ちょっと急いだけど、ね、最後時間あったらまたやろう。わかった。どうしようどうしよう。あ、エンディングのお時間なのでランキングはここで締め切らせていただきます。はい。、はい、ということで集計のね間でお知らせをしたいと思います、はい。白石さん卒業コンサート乃木坂46、はい、マイ白石ジェネレーションコンサート、はい、Always Decide You You Blu-ray and DVD 本日発売です。お願いしま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 す。はい、いっぱいあります。こちらですね。はい、こうこちらですね、ありますので、お願いします。お願いします。はい、続いて3月28日日曜日にナイスイヤーバースデーライブ2期生ライブ、そして3月29日月曜日にナイスイヤーバースデーライブ1期生さんライブが開催されます。はい、ぜひご覧になってください。はい、それとですね、26枚目シングル僕は僕を好きになる発売中です。はい、聞いてください。はい。それと乃木坂スキッズブルーレイ&DVD ボックス、それじゃないけど、第1巻発売中です。見てください。お願いします。間違えちゃった。はい、あ、順位かな、多分ランキング発表ですね。それでは、あ、お待ちをくださいですって。お待ちします。あ、質問返しますか。質問いきましょう。先輩の衣装着ることもあると思いますが、卒業生含めて誰の衣装が多いですか。うん、白石麻衣さんかな。夜明けのこのなんだっけ、白黒の衣装、はい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 、あったじゃないですか。はい、4期生ライブ、4期生のところだけの時に白石麻衣さんの衣装を着させていただきました。お、嬉しかったです。いや、嬉しいよね。嬉しかったです。すごい嬉しいんですよ。はい、そうなんですよ。さっきは、私はでもそのなんだろう、大結構多くて、江藤さんか、江藤さん、梅沢みなみさん、松村さん、白石さん。あ、そっか、さ、松村さんはないかも、逆に。あ、本当。だからなんかなんだろう、そういう松村さんが、うん、なんて言うんだろう、うん、そう、うん、まだ在籍してらっしゃるけど、うんうんうん、それを衣装を借りて、確かに、ね、確かにたりとかはします。梅沢さんの衣装も着たことあるさやも。なるほど。そう、お互いキュンキュンする仕草はありますか。え、お互いのキュンキュン、お互いのってばね。すごい、これ付き合ってるみたいだね。嬉しい。みや、ね、ちゃんなんか女の子っぽいこれとかね、こういうのとか。やだ、やめやめやめるじゃん今の。やんない。かっきーはもう毎日毎日毎時間かっこいい。どういうです、はい、発表できましたって。やった。準備いけますか。はい、いきましょう。ここ、あ、下から、はい、はい、うん、順番にいくんじゃ、下から、じゃあ下から、うん、アランくん、アットマーク、さやちゃん、ラブです。ありがとうございます。ラブです。ルイくん、ルイさん、ルイさん、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、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 10位もお願いします。すいません、そうだ、ちょっとそうだね、確かにね、そうでした。あ、8位、こちら見てみようかな。あ、見てない。8位、猫屋犬太郎さん。犬太郎さん、ありがとうございます。7位がアンリさん、ありがとうございます。ありがとうございます。6位が茂雄さん、はい、ありがとうございます。5位が上海のり、あ、え、りさん、上海のりさん、あ、香港さん、香港さんじゃない、ちょっと待って、香港のりさん、かっきいつもありがとうさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あー、全ザネクストライフ、おお、かっこいい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。次もかっきがちかき中毒のかっつんさん、アットマークかき単位に敬礼。ありがとうございます。ありがとうございます。2位がテッシーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、1位がサトシアットマークみんなで似顔絵描くから、うん、それまで待っててねさん、ありがとうございます。みんなで似顔絵描く、いや、似顔絵描いね、やってたね、やってました、懐かしいね。
ナーどうでしょうか。どうでしょうか。残りは。見なくなれるわけない。本当の自分は最低だ。これみんなのここいつも見てて可愛いなと思って。あ、本当に？うん。これね実はあの裏話なんですけど、うん、みんなこうやってこうやってやるんですよ。サイドサックでこっちなんですよ。多分サイドサックが間違えて。あ、そうなの。わかんないけどね。わかったけど、まあサックと一緒だからいいやって思いながらずっとこっちで言って。あ、そうなんだ。そう。嬉しいんですよね。みんなしてさ周りでこうやってやってるの可愛いなと思って。そうそう可愛いよね。そう。確かに。思い込んでた。じゃあいきますね。今回の乃木坂ナンバーワンは3月17日水曜日の19時から生配信の予定になります。次回のメンバーは追ってしお知らせします。ツイッターなどでチェックしてみてください。はい、そして次回の配信を見逃さないためにも画面上のハートマークを押してこの番組をフォローしてください。フォローするとショールームアプリをインストールしているスマートフォンに番組開始と同時にお知らせがいきます。はい、はい、残り4分ですって。おし、じゃあさっきの質問やってみますか。じゃあペタンペタン、どこだっけ。好きな給食ありましたか。 あります、あります。いっぱいあったけど一番あれかな、揚げパン、あとビビンバが好きでした。あ、めっちゃ美味しかった。あれビビンバ、そう、北海道にしかさ出ない給食ってあるの。え、なんだろう。でもコロッケ出たでしょ、うん、うどん出たでしょ、うん、え、あと何、カレーライスは出る。え、待って、なんだろうな。北海道、じゃがいも、じゃがいも使ったやつとか。あ、でも全部がひな、あれだ、あれだ、北海道のさ、じゃがいもとかなんか。あ、そうなのかもね。美味しそうだな。いいな、美味しかった。給食美味しかった。もう一回食べたいな。食べたいね、懐かしいな。いいな、いいな。うん、なんだろうな。これ戻っちゃった。これどこで。4期生あるあるあったら教えてください。4期生あるある、4期生あるあるか。4期生あるね。あるかな、なんか。自分で選んでおいて、わかんないの。確かに。あるあるね。でも一人一人のあるあるならあるんだけどね。そうだね、みんな仲良し。ぐらいかな、かな。みんな仲良しですよ。うん、ですよ。じゃ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 。え、カッキーとボケかツッコミどっちなの？どっちもいけそうだよね、カッキーって。やんちゃんはボケてるよね。ボケてる。めっちゃボケる。やんちゃんはボケてる、ね。マイタの前だと普通にプライベートでもボケる。テンション高いから。確かにマイタもさボケてるし突っ込んでるし、うん、すごいよね。有能だよね。そうだし。そうなんです。カッキーどっちなんだろう。わかんないや。なんか気ままに生きてるって感じ。いいね、いいと思うよ。どっちか分かりませんでした。ないです、ですって。ね、でもすごいいっぱいあるな、嬉しいな、ね、青ブル、青ブル、あ、拾ってみる？コメントいきます？スクショくださいだって。猫パンチ。なんでなんで。見てなかった。けど。なんかあるかな。フォローしましたってありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うーん、歌うまいってすごいな。ありがとうございます。たい焼き好きですか。たい焼き好き。どっちから食べる。ね、頭から食べるかな、よくなりたいから。私も頭から。ほんと、ね、昔はねバスケやってる時は足から食べた。あ、早くなりたいから。あ、お時間らしいです。あ、お時間が出てしまいました、ね、ということでまたお会いできるのを楽しみにしています。楽しみにしております。以上、乃木坂46の柿遥香とかな川沙耶でした。バイバイ。あ、そうだ、あ、待って、記
切らなきゃ。見て。あとね、あと少しなんだ。あと少しでした。あと少しで、ちょっきりできるね、じゃあ。ん？何キュン？ちょっきりできるね。あ、ちょっきり。ちょっきり。あ、あ、やってた。バイバーイ。